肩の後ろ側の筋肉を伸ばしていきます。まずこちら側の手を腰に当てていただきます。腰に当てている方の肘を反対の手で掴みます。そしてそのままゆっくり前の方に引っ張っていきます。この時腰から手が離れないように気をつけましょう。肩の後ろ側が伸びているのを実感できたら OK です。反対も同じようにしましょう。手を腰に当て、肘を持ち、肘を前に引っ張ります。20秒間キープしたら OK です。